今回は7月の調整で蒸発時間が伸びた、その加速度上昇値が上がった千代を紹介。両者ともスペックが控えめな文系略は、都度調合修正を重ねて高性能になってきた。その破式4でブレックプラス5、突撃した敵を 5.8 カウント蒸発する単体強化で、効果時間は12カウントもある。千代は式4で青 1.5 コスにブレックプラス6速度プラス100の単体投げ。今回ハサモの挑発効果で李氷に撃破させるコンセプトのデッキを使用しとるけど、千代は3枚のようなデッキに入れやすいカードを入れつつ単体収束を仕込めるのも強みやから、3枚が入るようないろんなデッキに採用して良いと思う。見切った、違うんだ、私は空が赤く、鎧を着せてくれ。ここだ。仕事はここまでだ。復活。出て大丈夫かな。暴れたりん、放て。見切った。この死ぬは死なない。流派発動、一の方流派発動。一の方ここだ。見切った。我らが波動は我らの手で作る。放て。この剣にかけて平和を取り戻してみせる。李氷は知力流派で49カウント、今回は残り10カウント前後まで持続。ただのおとりじゃないぜ。突撃、突撃。なんという執念。ここだ、そこだ。見切った。ここだ。あと少しで突撃、突撃。行け。止めきれませんか。流派発動。三の方、突撃。違うんだ、私は突撃。空が赤く、突撃。育成完了。普通の挑発と違って単体強化やから一度撃破しただけで終わらない強み。仕事はここまでだ。鎧を着せてくれ。ごめんなさい。放て。出て大丈夫。放て。暴れたりん。この相撲は放て。見切った。あと少しで放て。大義なき獣に報いよ。ここだ。私が支えます。見切った。今度は俺らの番だ。
ただのおとりじゃないぜ。行け、神器解放。切れませんか。私は大丈夫か。暴れたりん。見切った。こんなガキの喧嘩じゃねえだ。突撃。ご視聴ありがとうございました。